コーナー予定がこうなったでおなじみのちゃんぱかでございます。今回は SPD シューズの紹介になります。ティリリリリリリこちらです。それでは早速シューズを履いてみましょう。このようにですね、手際よく紐を結びます。反対側も反対側も同じように結びます。見た目はこんな感じです。こちらにね、パトリックのキャラクターが入ってます。見た目はこんな感じの僕のシューズは SPD シューズになります。シューズの裏側はこのような金具が取り付けられる構造になっております。はい、ソールの方はこんな感じですね。ヒールとトーの方はこんな感じね。もう僕は2年間ぐらい使ってます。ジョギングシューズのように動きやすく、そして SPD シューズだからペダルとしっかり固定できます。このようにスキップも容易にできちゃいます。猫もびっくり、そしてダンシングヒーローも踊れちゃうんだぞ。その秘密は靴底のソールっていうところなのかな、あると思います。SPD シューズの中でもソールはゴム製で薄く柔らかくこのように動けちゃうんだぞ。そして金属の金具なのでしっかりと固定してくれます。当然引き足も容易にできちゃいます。ペダルとの脱着は本当に簡単。金属なのでしっかりとこのようにね、このようにしっかりと固定もあって気持ちがいいです。それではここでメーカーホームページから抜粋してちゃんぱかがお伝えします。パトリックは70年代から80年代にかけて様々なカテゴリーのスポーツシューズを製造し、プロ、アマ問わず多くのアスリートたちをサポートしていました。その中でも一切スポットを浴びたのが自転車競技用のパトリックシューズでした。今回発売するポリドールは当時パトリックを履き、ツールドフランスを頂点に様々なロードレースで活躍した2人のフランス人選手の業績を称えるとともに、彼らの足元を支えたサイクルシューズを復刻したものです。そして安心の日本製、カンガルーの皮を使っているという珍しいシューズになります。このようにスキップしても全然動きやすいし、そしてバイクにこのように追っかけられても全然へっちゃら。ということで今回はちゃんぱかのアフレコでお届けしました。バイパカー。また会おうね。この動画また見たいなって思ったらよろしくね。